最高な1000円の使い方、はい、ということで新しいシリーズものを生み出そうということで、はいはい、あーなるほど、はい、最高の1000円の使い方、はい、あというのが生まれました、はい、結構、はい、割とオーソドックスというかその、はい、みんながやってるやつをヒルナンデスが商店街でやってるみたいなやつを、いやでもいいんじゃないですか、全然いやいいでしょ、内政がありますし、そうそう、お金のチャンネルだからね、はいはい、それを、うんうんうん、今日はセブンイレブンで、なるほど、やりたいと思います。伊藤実家がセブンイレブンですから、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。これはでももうじゃあかなり伊藤はもう熟知してるんじゃないですか、セブン。いやもちろん使い方っていうのは最高の100円の使い方からもう200円の使い方から、それは1000円の使い方っていうのはその、うん、まあ、どうシチュエーションとかはどんな感じですか。これはねもうね、お互い好きなにしようってことになってますけど、いや1000円ってね、うん、セブンで飯食うだと結構使ってるなって感じじゃん。ああまあそうっすね、ちょっとどうしよっかなって、お酒来るかとかお酒飲むからあれだけど、どうしよっかなっていうのを今ちょっと1000円は悩んでる。ああなるほどね、確かに、うん、これ自分で設けていいテーマってことですね。そう、はいはい、でお互いこれが最高なんですよ、皆さんこれで買ってくださいっていうのを。なるほど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 、はい、いうことでございます、はい、じゃあ早速、はい、セブンイレブンに行きましょう。はい、はい、それでは、はい、セブンイレブンに着いたんで、はい、買ってきます。はい、はい、ということで、はい、買ってきました。うん、まあまず僕の方からちょっと出していいですか。はい、はい、僕のテーマは、うん、最高で健康な食事、うん、最高で健康、結構ぼやっとしすぎてるというか抽象的な言葉しか今出てこなかった気がしますけど、最高で健康な美味しい食事ちょっとピンとこないな、あんまり。ありがとうございます。最高で健康な、はい、あーっていう水が入ってると思いますけど、でちょっと出していきたいと思います、はい、やっぱりね、あのね、これね、はい、食べたことない人がいたらね、ちょっと食べてほしいんですよ。セブンイレブンのスープカレー。スープカレーなんてあんだ。スープカレーはセブン数年前、多分ほんと1年前ぐらいから発売しだしまして、あ、そんな、え、1年間売ってた、これセブンに。あ、ちょくちょく売ってた、売ってない時期だったけど。あー、なるほどね。うん、1、2年前から売り出してて、これはね、まずカロリーが423キロカロリー。まあ低いっすね。低いでしょ、一食で。うんうん、で、2分の1日分の野菜取れる。はい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 。かなりね、ボリュームあります。で、めちゃくちゃ美味しい。あ、そうなんだ。はい、これを、まずね、食べてほしい。はい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 。そして、うんうんうん、まあ、1000円あったんで、はい、このゆで卵、はいはいはい、と、チリーズ、これはまさかちょっと、はい、トッピングしちゃおうかなっていうなるほど、はい、なるほど、スープカレーに、卵とチーズトッピング、はい、はい、トッピングして、はい、温めちゃおうかなと思っております。ちょっとワクワクしてきたな。ワクワクしてきた、はい、そして、まあ、まず飲み物ですね、こちらは。まあ、ルイボスティーノンカフェイン、ね、ルイボスティーセブン売ってるんですけど、はい、売ってます。これ美味しいんですよね。僕もよく飲むんですけど、なんか健康になった気持ちになるんですよね。そうね、ちょっといいよね、はいはい、ルイボスティーが置いてあるのね。そしてカレー屋さんにモーダンカレーとかにもルイボスティーがちょっとそれを意識したそうそうそう、ちょっとカレー屋さん意識してのルイボスティーなるほどなるほど。あとまあ、はい、じゃあデザートですね、はいはいはい、レアチーズ大福、ただいま北海道フェアやっております。うんうん、ぜひお買い物ください。なるほど、北海道フェアの、北海道ってコンセプトも揃え、じゃあキムはさながら、はい、北海道で、はい、スープカレー屋行ったルイボスティーが出てきて、はい、そうです、ちょっと旅行先だから、うん、豪勢にちょっとトッピングしちゃおうってみたいな、はい、これで合計、はいはいはい、968円。あー、なるほど、はい、はい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 、いいでしょう、はい、確かにすごいまとまりがあっていいですね、はい。じゃあちょっと振るかも。じゃあ僕も、うん、行きたいと思います。うん、僕はですね、はい、行きます。はい。ちょっと贅沢したいボクサーの夜というコンセプトで。お前ボクサーだったことあった？いや僕ボクサー、明日のジョーとかすごい憧れがあって、明日のジョーの減量シーンとかに、
あの憧れがあって、なおかつ僕ちょっと今太ってきちゃったんで、あ、ね、結構、まあ伊藤と少し被る部分はあるんですけど、なるべくちょっとカロリーを抑えた食事で行きたいなという、なんか30超えると健康とか言い出すんだよやっぱり。確かになんか、ま、お本当にガチでお互い見てなかったんで、そうだね、そっちで被るんだって。だから若干悲しいね、悲しい、悲しいっていうか、まあ大盛りみたいな、うん、どっちかガツンの、どっちかガツンとかと思ったけど、どっちもヘルシー路線で、しょうがない。まあ、これが僕ら31歳なんで、そうだね。で、僕はより、カロリー抑えめの、マジ？よりちょっとストイックな、ボクサーからしたらちょっと贅沢みたいな、僕自身もちょっと、これ見てるボクサーいる？ボクサーいるんじゃないですか？稼げないし、1000万チャンネルを見ながら減量生活を耐え忍んでるボクサーに、セブンいいですよという、ちょっと教えてあげて。なるほどね、はい。ちょっと気になるわ。これがまずですね、これね、これはもう、あ、まあ、これはもう、サラダチキン。あースモークね。そうなんですよ。サラダチキン何種類かあるんですけど、マジでそう。僕もたまに食べるんですが、スモークが一番美味しいんですよ。だよな。はい。いや、そう。スモークはいいです、確かに。はい、で、こちら次がですね、まあ、野菜ね。野菜が、これサラダ。はい。なんで行きたいところなんですけども、うん、こちらの千切りキャベツサラダはよりはちょっとかなりリーズナブルな千切りキャベツ、マジで金ないデブの、いやいや違う違う違う、ボクサーですね、ちょっぴり贅沢したい夜のボクサーで、こちらがドレッシングがですね、青じそドレッシング、ドレッシングの中で一番カロリーが低い24円の、はい、なんか金ないやつの、いやこちらね、ちょっと健康気にしてる食事だから、で飲み物、うん、飲み物が僕はこちらですね、うん、ゼロキロカロリーサイダートリプルレモンという、え、トリプルレモンっていうレモンのサイダーがあるんですよ。これは新しいの結構、そう、セブンはゼロカロリーの甘い炭酸飲料、うん、人工甘味料を使ったゼロカロリーの甘い甘さを楽しめる、炭酸飲料がありますので、あのファイバーとかもありますし、あ、そうそう、あれ結構人気、普通の人気で 1.5 リットルなんですね。あ、そうなんですね。僕は今日は、ゼロキロカレーのサイダートリプルレモンのちょっとレモンでフレッシュな気持ちで、うん、やっぱ疲れた体に、酸っぱいものっていうのは、ね、効きますんで、なるほどね、はい、うん、でこちらがスープも、うん、が、こちらね、もうタンメン中本豆腐スープ、人気シリーズよこれはね、うん、もうセブンにしか意外と売ってないですよ、意外とというかセブンでしか売ってないよ、これは僕もセブン以外で欲しいなって思った時あったんですけど、うん、あ、これセブンのオリジナル商品なんだっていうことに気づきまして、はい、これがまあ71億カロリーということで、ああ低いね、いやっぱり豆腐だしね、タンパク質で、うん、こっからちょっとトッピングゾーンに入ると言いますか、これこの時点で結構なんか量が伊藤より、うん、まだまだ控えてるっていうのがなんか品数が多いじゃないですか、やっぱり僕はその数で勝負という形で、で、まずトッピングがこの温泉卵ですね、温泉卵なんか似てるわ、なんか嫌なんだけど、なんかこんな被るとはちょっと思わなかったんですけど、僕も蒙古タンメン中本を最初は何もなしで飲んでいって美味しいなって、はい、でちょっとマイルドにしたいってなったところで温泉卵投入という、いい、ね、こちらトッピングゾーンですね、いい、うん、でさらにこちら、カニカマね。カニカマを何にトッピングするかというと、こちら、千切りキャベツに、散らすことで、ちょっと海鮮サラダ風、青じそドレッシングかけた、そう、カロリーも低いし、普通のただの無機質な千切りキャベツが、一気に海鮮サラダに変貌を遂げるカニ風カマを、こちらもトッピング。ということで、で、さらにこれだけじゃなく、デザートが僕もあります。デザートが0キロカロリー、寒天ゼリーということで、こちらも0カロリーで、僕も食べたことあるんですけど、0カロリーで本当に美味しいです。ただのゼリー。うん、まあまあね。で、0カロリーっていう衝撃の、でこちら2つあるんで、2つ食べてもゼロカロリーっていう、まあそうだね、ゼロカロリーだ、これが締めてカロリーが多分400ぐらい、マジ、はい、あ、それはすごいな、俺は、あ、でもね、俺はこれで710ぐらい、まあ1食だったら全然これで痩せれるぐらい全然、うん、ああ、でも僕は結構サラダ、そう、スープ、うん、そしてメインのメインディッシュでデザート、これメインディッシュにしてんの、メインのメインの肉料理、はい、なんかやっぱさ、いや普段の、はい、なんか飯が出てる気がすんな、これ
そんなことないから、なんか貧相な線。いやでもカロリーを抑えた上でこんだけ贅沢できるんだって、まあ、ボクサーの方からしたらやっぱりすごい。ボクサーの方からしたらボクサーとかそのでも本当に満足度は結構高いと思うんですよ。こんだけのカロリーで400まあそうだね、うん、で締めて、942円という、ああ、はいはい、伊藤より20円ほど確かに20円ぐらい安い。こちらが僕のラインナップです。はい、ということで、はい、ちょっと豪華でちょっと健康的な食事をしたい人はこれ、はい、ちょっと贅沢な夜を過ごしたいボクサーがこれ、はい、を買ってくれればと思います、はい、そうですね、かなり、はい、結構いいのを紹介できたと思います、はい、これぜひ。結構セブン商品が多いですからね、あの1000円じゃない時もぜひ買ってみてください、うん、はい、他にもなんか1000円でこれやってほしいとかありましたら、うん、ぜひコメント欄とかに書いてください。お願いします。ということでこれを食べてボクシングでタイトルを取って稼げ。